水素チャンネルニュース第69回2020年6月14日号。この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聞きいただきましてありがとうございます。アナウンサーの新浜メチスです。今回はおよそ2020年6月6日から6月14日までのニュース記事18本です。では、スタートです。次の4本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー1番、6月10日の日本経済新聞。川崎重工業、水素液化機を販売。FCV など需要見込む、引用。川崎重工業は10日。国内メーカーとして初めて水素液化機の販売を同日始めたと発表した。記事ナンバー2番、6月11日の電気新聞。水素液化機、国内メーカー初の販売開始、川崎重工、1日で5トン製造可能。記事ナンバー3番、6月12日の環境ビジネス。川崎重工、国内メーカー初、水素液化機を発売。99.999% の高純度製造。記事ナンバー4番、6月13日のレスポンス .jp。川崎重工、水素液化機を発売。1日に FCV 1000台分を製造。日本メーカーで初。次のニュースです。記事ナンバー5番、6月8日の日刊ケミカルニュース。東亜合成。徳島県に水素ステーションを開設。今年度の開業を目指す、引用。東亜合成はこのほど、徳島県の水素グリッド構想に賛同し、同社徳島工場、徳島市仙台町の隣接地にオフサイト方式による定置式水素ステーションの開設を決定した。記事ナンバー6番、6月11日の科学技術振興機構。一つの触媒で3つの水素利用、燃料電池、水素製造、水素化。次世代のエネルギーである水素を効率よく利用する道の開拓。記事ナンバー7番、6月8日の IT メディアスマートジャパン。水素で CO2 回収を低コスト化する新技術。カーボンリサイクルの普及を後押し、引用。名古屋大学の研究グループは2020年6月。水素を利用して火力発電所などの排ガスに含まれる CO2 を回収する技術を開発したと発表した。次の3本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー8番、6月10日の時事 .com。独、水素活用に 1.1 兆円。日本との協力重視、引用。ドイツ政府は10日。燃焼時に二酸化炭素、CO2 などを発生させない水素をエネルギーとして活用する。水素戦略。お閣議決定した。記事ナンバー9番、6月11日のロイター。独、CO2 削減へ水素戦略を閣議決定。世界で主導的地位目指す。記事ナンバー10番、6月12日のニューズウィーク日本版。ドイツ、水素技術の分野で世界ナンバーワンとなるための道筋を定めた。次のニュースです。記事ナンバー11番、6月10日の PR タイムズ。虎ノ門ヒルズビジネスタワー。で自立型水素エネルギー供給システム。H2-1 が稼働開始。東芝エネルギーシステムズ株式会社。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー12番、6月12日の環境ビジネス。ホンダ、燃料電池車の個人向けリース開始。水素ステーションのある都道府県で、引用。ホンダ技研工業は6月11日、燃料電池自動車、クラリティフューエルセル、
の個人向けリースの取り扱いを同日より開始すると発表した。記事ナンバー13番、6月13日のクリッカー .com。ホンダの燃料電池車、FCV、クラリティフューエルセル。一般ユーザー向けにもリース販売を開始、2020年6月11日。次のニュースです。記事ナンバー14番、6月8日の時事 .com。水素で製鉄、50年目途実用化。脱炭素宣言、237社、団体、引用。産業部門では、排出量の大きい鉄鋼業界が2050年をめどに、石炭を使わず水素を利用した製鉄技術を開発する目標を掲げた。記事ナンバー15番、6月11日の NNA.Asia。ヒュンダイロテム。水素ステーション事業に参入、引用。ヒュンダイ自動車グループで鉄道車両製造などを手掛けるヒュンダイロテムは10日。燃料となる水素を供給する水素ステーション事業に参入すると発表した。記事ナンバー16番、6月11日のテッククランチジャパン。テスラのライバルで時価総額3兆円のニコラ、水素電池搭載ピックアップトラックの予約を受け付け。記事ナンバー17番、6月4日の財経新聞。究極のクリーンカーその1。燃料電池車。記事ナンバー18番、6月8日の財経新聞。究極のクリーンカーその2。水素エンジン車。ニュースは、以上です。今回お届けしました記事へのリンクは、動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索は、ウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは、https://t-a-k-a-g-i-su-字-1.net/h2 です。次回は、6月20日土曜日の予定です。また、お会いしましょう。お相手は、新浜めちすってした。バイバイ。